でもそうすることで筋肉の繊維一本一本まで浮き出るようになるんです。実はボディビルの勝敗はダイエットにかかっていると言っても過言ではない。選手たちは大会本番まで厳しいダイエットを続けるため、当日は限界ギリギリの状態。ステージの裏に戻った途端、めまいや立ちくらみを起こし倒れる者もいるのだ。しかし彼らはそんな状況さえ最高の筋肉のためとひたすら耐えるのである。数週間後、カリフォルニア州レドンドビーチでナチュラルビルダーだけで競い合う世界最大の大会、マッスルマニアワールドチャンピオンシップが開催された。この大会では全ての選手が薬物検査を受けなければならない。一人ずつ尿を取られ、薬物反応が出れば無論失格となる。そしていよいよ本番。アマチュア部門にエントリーしたトラビスがステージに登場した。緊張した面持ちながら堂々とポーズを決め、ライバルを圧倒。トントン拍子に立ち上がり、トラビスは見事に1位メダルを獲得したのである。一方、プロの部にエントリーしたウアラナスタン、彼は緊張なんてどこへやら、むしろ自信ありげな表情で次々と勝ち抜いていく。そしてついに最後の2人に残った。果たして結果は。